あのサトシ、あのポケモンのサトシの主人公がもう終わるみたいな話聞いてさ、僕的にあんま終わらんといてほしかったんやけどさ、みんな的には変わって全然 OK みたいな感じ。いやなんかね、別に変化が嫌いとかじゃないんやけどさ、あの僕の中でさ、ポケモンのサトシってさ、あのサザエさんとかさ、あのドラえもんでいうのび太的なポジションなんよね。あ、変わるんやみたいな。いやそんな、まあ僕ポケモン見てないけども、アニメサトシももうポケモンマスターになったんか。もうオーキド博士とサトシとかさ、永遠に変わらんと思ってたんやけどな。いやでもサトシの絵がだんだん変わっていってたらめっちゃおもろかったんやけど、あれ今のサトシと昔のサトシ全然ちゃうからさ、正直僕昔の方が絵好きやったんやけど、めっちゃその作画って変わるよね。なんでなんやろね、なんで昔の方がいいってなるんやろうな。進撃の巨人とかの漫画の一巻と最後の方の巻で全然絵違うから面白いよね。ナルトとかもそうじゃなかったっけな。ワンピースもそうか。ブリーチもすごい。あ、ブリーチ漫画であんま読んどらんな。まあ長年書いてたらそうか。まあ10年とか8年とかやってたら変わって当たり前か。まあそりゃそっか。なんか書く人も変わったりもするもんね。分担したりとか。オラフ君も違う。いや、オラフ君も2年後めっちゃ渋い声でゲーム実況してるかもわからん。どうも皆さんこんばんは。オラフ君です。もう挨拶もこんちゃっちゃじゃないかもわからん。2年後。もう10年後なんてもうオラフ君すげえもう渋い声出してるかも。低い声で。こんちゃっちゃ続きをして。どうも皆さんおはこんばんにちは。オラフ君です。オラスさんですって。もうオラフ君じゃないかもわからへん、もはや。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画と概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社最高、ドズル社しか勝たん。